そういえばね、学内でトイックも受けたって言ってたじゃないですか。どれぐらい取れたんですか。これ今から解くってこと？いただきます。107が C。 説明ですか。9問中どうで始まりました。私ちゃんです。さあ今回ですね、はい、藤川さんに来ていただきました。藤川空です、はい、はい、またやってきていただきました。大阪からですか。今日は岐阜から来ました。あ、岐阜なんだ。あ、そこもう夏休みだもんね。はい、うん、まあいろいろとね、まあ、進路どうすんだとかね言ってたと思うんですけど、はい、大変だったですけど、開示でまた大荒れしてましたけど、コメント欄一切見てないんです。自分が嫌じゃん。はい、そういえばね、学内でトイックも受けたって言ってたじゃないですか。ああ、はい。どれぐらい取れたんですか、トイックは。515点です。おお、515点。へえ。リスニング、リーディング、それぞれどれぐらいか分かる。全然覚えてないって。いやいや、そこ重要。235点と、うん、引き算できないの。280でしょ。ああ、はい、はい、いやいや、どっちが。235がリスニングで、うん、280がリーディング、ね、リーディングです、はいはい、なるほどね。まあ普通はリスニングの方が高く出るんですけどね。それで学内トイックのアビリティーズメジャーじゃないの。紙あればそれで。紙今日持ってきてない。それで分かるんですけど、どこをどう間違えてるとか。あの、大きいリュックサックあったじゃないですか、うん、あそこに入ってます。いやいやいや、ないの大きいリュックサック。はい、入ってこれで見れるか。いや、見れないんじゃない。え、点数出ないっしょ、そもそも。あー、出ない。 IP テストだから見れないです。公開テスト受けるしかないでしょ、それ。あ、ネットで見るんだったらという感じだそうです。またこれで燃えます。はい、はい、はい、じゃねえ。髪を持ってこい。大阪に帰ったら、あ、でも大阪その時に髪を送ってくれんの。あー、はい、本当に。また髪がない。あの、ちょっと恥ずかしいことがあって、うん、あの、学生証実は紛失したんですよ、はい、紛失して再発行開催って言ってるんです。その受けた時がなくて、うん、ああ犯罪者みたいな顔してます。すごい顔になってるけど、はい、学生証なしで受けると結構遅いんですよ、送られてくるのが。うん、IP は関係ないよ。あ、はい、そんなのチェックしないから。あ、そうなんだ。 ID なんかいらないでしょ、受けるときに。あ、まあまあ学校にもよりますけど。はい、え、何それ。あ、それはこれですか。うん、これなんか学校の行事で当たりました。もらったの。はい、え、これ今から解くってこと。あ、いただきます。来たよ、ついに解かされる時が。やった。まだやってないね。じゃあいよいよあなたたちの好きな実力テストをやってやろうかい。この1ページぐらいでいいんじゃない。あの、まあ、皆さんには問題自体は見せらんないですけど、はい、まあ、もうこういうポイントですみたいなのは言えるかもしれないですけど、はい、でもそっか、見せらんないからな、これだとな。え、これ見せれないんですか。著作権上見せちゃいけないからね。あー、著作権上。問題って公開されるしない。公開できないだからみんな見て判断してみる。これはもう解けよった。あ、早い。終わった、はい、おい、さあ、できました。じゃあ、いよいよチェックしましょう。はい、いきます。はい、B。 はい、 A。 はい、 A。 A。 次が104。はい、104が D。 はい、105が C。 はい、106が D。 D。 107が C。 はい、108が A。109が C。 C。 はい、そうでした。9問中5問という感じですね。だから半分ぐらいってことね。え、これ大丈夫ですか。意味はこれ最初のやつなんで B の His にしましたか。説明ですか。うん、まあ多分全部は映せないので、あの、私はもう、はい、こんな感じの問題って書くしかないですけど。ああ、はい、うん、なんで、うん、なんで説明はできないんですけど、うん、なんか
ヒズだな。ヒズって何書くですか？ヒの。ヒの何書く？主格とかあるじゃん。ああ、はい。あれの何書く？あれ、四角ではないですよ。所有格です。はい。所有格って後ろにどんなものを取るとかわかりますか？どんなもの？そう、所有格の後ろには何が来る？ヒズとかマイとかユアの後ろには、うん、後ろには何を置かなきゃいけないですか？名詞ですね。はい。はい。次、はい、dry 合ってます。形容詞の dry が正解ですね。なんで dry が正解かって分かるかっていうと、形容詞は何詞を就職しますか？何詞を就職、うん、後ろのコットンクロスを就職しますか？コットンクロス、はい、何詞でしょう？コットンクロス、あ、名詞。そうですね、名詞を就職するから形容詞 dry ですね。はい、はい、次が are willing to work。まあ、この時点でもう答えは決まるんですけど、はい、employees、 employ って何詞ですか？動詞。そう、動詞置けないでしょ、はい、if の後ろに、はい、置けるのは are の主語を選ばなきゃいけないですね。そしたら A の employees ですね。 employees、 はい、employees が主体、work on the project ですけど、はい、はい、次104、なんとか significant growth、 growth は分かる、後ろにそうそう significant growth って書いてる。ああ、うん、はい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 、意味は分かりますか？はい、はい、成長ですね。あ、だから答えは D、 predict、 分かるんですか？まあ予想する、予測する、推測するですね。はい、で次が please review the、 なんとかスケジュール、はい、スケジュールと相性のいいものを選ぶわけで、はい、でそれがアタッチとなんですけど、アタッチとスケジュール、アタッチと分かる？アタッチ、都合がいいみたいな感じ。何と間違えてるのかよく分かんないけど、添付されたですね。あ、添付されたスケジュール。はい。で、次は知らないです。106、なんとか after ですね。まあ、これセットフレーズでよく使うですね。shortly after ですね。short after じゃないです。shortly after。shortly after 知ってますか？いや。shortly after は、はい、なんとかの後すぐにという意味ですね。soon の意味です。soon after、 shortly after。で、次が to accommodate。なぜ to が入るかですか、これ。Close to、 クローゼットですけどね、クローズドじゃなくて。あ、はい、はい、あ、クローゼット、うん、もうダメだこれ。では文が完結しているから、はい、もうあとは to 不定詞しか入れられない、新たな動詞は入れられないって問題ですね。はい、で次108が where と相性のいい単語を選ぶと、はい、くて quick where とは言えないですね。 formal where ですね。そして最後が office morale っていうのが来て、はい、その士気っていうのが上がる、良くなるっていうのが improve っていう意味でした。インプルーブって向上する。そうだよ、だから士気が上がる、士気が向上するって言いますから、というので、はい、答えはこれでした。はい、どうでしたか、やってみて。やってみてる、はい、トイックの問題実際やってみたら難かったですか？はいはい、どうするんですか、これから。だってね、半大目指すわけじゃないですか、編入を、はい、そしたらこれどころじゃなくてすごい勉強しなきゃいけないじゃないですか。はい、トフルいるっていっぱい来てたからね。あ、ね、コメントにトフルやんなきゃダメですよってあったんで、頑張りましょうトフル。 IBT の方ですか？でしょう、そりゃ。あ、 PBT なんか無理でしょITP なんて無理ですから、そっちやんなきゃいけないし、はい、あとはね、編入で推薦でさ行くか、それとも一般っていうか編入試験をちゃんと受けて判断かってことでしょ、はい、関西外語のそのまま行くのか4年生に、はい、それとも判断かってことね。今すごい悩んでるんですよ。いや、関西外語でしょ、もう一択でしょ。まあ、そう、関西外語をちゃんと推薦取れるように頑張って勉強していくっていうのが一番だと思いますよ。はい、ちゃんとそうやってやっていくことが大事だと思いますので、ぜひ頑張って勉強していってください。あ、はい、はい、藤川さんですね、トイックの点と、そして実力テストやってみました。はい、ご視聴ありがとうございました。これ当たったんだね。はい、買ったんじゃなくて当たったんだ。はい、学校のイベントで。何イベントって？なんか七夕イベントって。七夕で当たんの？で、トーイックの参考書が欲しいですって、あの書いたら、書いたら届きました。なんでそのサンタクロースみたいな